日本水平社は1927年1月に結成された日本のブラック解放運動団体である。全国水平社の第5回全国大会で提起された新方針をめぐり、これに反対する南梅吉らの右派が全水を脱退して結成した団体である。融和運動的傾向が強く次第に全水に圧倒され組織としては消滅した。なお、 水平社もしばしば日本水平社と語期される。徹底的球団方針をとっていた、結成当初の全国水平社では、1923年11月結成の全国水平社青年同盟が次第に内部で台頭し、南梅吉ら従来の幹部を辞任に追い込んで全水本部の主導権を掌握した。そして1926年の全水第5回大会では、 ブラック差別は政治、経済、社会的側面に基づくとの認識に基づき、軍隊内差別や行政による差別を急断し、労働者、農民の運動と結合する新方針が決議された。以上のようなボルハの指導部掌握は前、水内の右派やアナパとの対立を激化させ、彼らの離反を招く結果となった。右派の代表的存在であった南梅吉は、 第5回大会の新方針に反対して全、水を、脱退、1927年1月8日には、京都で日本水兵舎を結成し、組織を割った。日本水兵舎は、明治天皇の聖子、奥長一人もそのところを得ざる者あるは、これ地位が罪なりとある、奥長安部国位専用のご神官を報じた。全、水内部からは、群馬県水兵舎を中心に、 ももと言うは運動的傾向の強かった関東水兵舎が系列団体として日本水兵舎の参加に入り、また穴派の一部も参加した。しかしその運動は次第に水備し数年後には有名無実化日中戦争開始後の1938年3月には参加の関東水兵舎が解散しており、1942年1月17日には 日本水平社も解散した。日本水平社分裂の原因となった全水の左傾化は、1931年の全水解消意見で局に達し、1933年の部落委員会方針の決定と高松地裁、球団闘争の公用まで運動的混迷が続いた。ありがとうございます。